コミュニケーションの成功は単なる内容だけでなく、その伝え方にも大きく左右されます。佐々木圭一氏の著書伝え方が9割はこの重要な事実に焦点を当てています。本書は相手からイエスを引き出すための実践的な技術を詳しく解説しています。佐々木氏がコピーライターとしての経験から編み出したこれらのテクニックはビジネスのプレゼンテーションから日常の会話まで幅広い場面で応用できます。まず相手からイエスを引き出すための3ステップのフレームワークについて見ていきましょう。第1に頭に浮かんだ願いをそのまま伝えないことが重要です。自分の都合を一方的に押し付けるのではなく、相手の立場に立って考える必要があります。次に相手にとってのメリットを慎重に検討します。相手が何を喜び何を嫌うかを想像し、それをもとに話を組み立てます。最後に自分の願いと相手のメリットを巧みに一致させます。あなたにとっても価値があることと相手に感じてもらうことで自然にイエスを引き出すことができるのです。次にイエスを引き出すための5つのツボについて詳しく見ていきましょう。まず相手の好きなことに寄せるといいテクニックがあります。例えばイタリア料理が好きな相手にデートを誘う際、素敵なイタリアンレストランを見つけたんだけど一緒に行ってみない？ご提案することで食事への興味から自然にイエスを引き出せます。2つ目は相手の嫌いなことを避けさせる方法です。例えば公園の芝生に人が入らないようにしたい場合、芝生には農薬の匂いがつきますので立ち入らないでくださいと伝えます。これにより相手は農薬の匂いを避けるために自然と芝生に入らないようになります。3つ目は選択肢を与えるテクニックです。はいかいいえの2択ではなく A か B かという形で選択肢を提示することで相手は断ることなくどちらかを選びやすくなります。例えば今週末と来週末どちらが都合がいいですかと尋ねることで、相手は行く行かないではなく日程を考える方向に思考が向かいます。4つ目は承認するという方法です。相手を認め感謝の気持ちを伝えてからお願いをすることで相手は依頼を受け入れやすくなります。例えばいつも丁寧な仕事をしてくれてありがとう、今回もこの件を任せてもいいかなというように伝えることで相手は自分が信頼されていると感じ協力的になりやすくなります。5つ目は共同作業にするテクニックです。自分だけでなく一緒にやろうと提案することで相手は協力しやすくなります。例えばこの企画一緒に考えていきましょうということで相手は断りづらくなり前向きに取り組む気持ちが生まれやすくなります。さらに佐々木氏は伝え方をより効果的にするための強い言葉を作る5つの技術も紹介しています。まずサプライズを入れるという方法があります。言葉に驚きや目を引く要素を加えることで相手の注意を引きつけやすくなります。例えば単に京都に行きませんかというのではなく、そうだ京都に行こうというキャッチコピーのように意外性を持たせて伝えることが効果的です。次にギャップを作るテクニックがあります。 A ではなく B という形で表現することで伝えたい内容がより強調されます。例えばオバマ大統領の演説で使われたこれは私の勝利ではないあなた方の勝利だというフレーズのように逆説的な表現を用いることでメッセージにより強い印象を与えることができます。3つ目は体の反応を伝える方法です。言葉に実際の体の反応を添えることでより臨場感が生まれ相手の共感を得やすくなります。例えば最高の映画だったというよりも涙が止まらなかったと表現することで感情がより具体的に伝わり相手の記憶に残りやすくなります。4つ目はリピートするテクニックです。言いたい言葉を繰り返すことでメッセージがより強く伝わります。例えば君が好きだ大好きだというように繰り返しによって感情を強調しより印象に残る言葉になります。最後にクライマックスを作る方法があります。話の最後に強いメッセージを置くことで相手に一番伝えたいことを印象付けることができます。ここだけの話ですがこれだけは覚えておいてくださいといった強調表現を使うことで注目してほしいメッセージをしっかりと伝えられます。伝え方が9割はコミュニケーションスキルの向上が人生のあらゆる場面で重要であることを強調しています。単に自分の考えや願いを一方的に伝えるのではなく相手の立場に立って考え相手のメリットを意識しながら伝えることがイエスを引き出す鍵となります。さらにサプライズやギャップなどの技術を効果的に活用することでより印象的で心に響くメッセージを伝えることができます。これらのテクニックは
ビジネスのプレゼンテーションや商談はもちろん、日常生活での会話や説得の場面でも大いに役立ちます。例えば上司に新しいプロジェクトの提案をする際や、友人を旅行に誘うとき、さらには子供に勉強を促す場面でもこれらの技術を応用することができます。相手の興味や関心を引き出し、メリットを明確に示すことで、より円滑なコミュニケーションが可能になるのです。またこれらのテクニックを習得することは、単に相手を説得するためだけではなく、自分自身の考えをより明確に整理し、効果的に表現する能力を高めることにもつながります。自分の考えを論理的に組み立てて、相手にとって価値のある形で提示する練習を重ねることで、思考力や表現力も同時に向上していくでしょう。さらに伝え方が9割で紹介されているテクニックは、一度身につけてしまえば、あらゆる場面で自然と活用できるようになります。日々の生活の中で意識的に実践し、その効果を実感することで、コミュニケーションに対する自信も徐々に高まっていくはずです。結論として、効果的な伝え方を身につけることは、個人の成長と成功に大きな影響を与えます。相手の立場に立って考え、適切な技術を駆使して伝えることで、人間関係